はい、どうも、ヤスオです。今回はね、ちょっと興味深いアップデートが PC の方で入りましたね。アップデート 22.14.0 が入りました。こちらの目玉といえば、やっぱりオクタビアのスキン、デラックススキンなんですけれども、他にもね、ちょっと興味深いところがあったので、話していこうかなと思います。おい、ヤスオ、PC のアップデート情報なのに、画面の方は PS4 のまんまか。また手抜き動画かって。違う。今日は本気の動画を作る、俺は。まあ、基本、この船内だけで終わらせるんだけどね。さて、まずはね、目玉の商品なんですけれども、オクタビアのデラックスキンが登場ですね。こちら最近追加されたフレームなんですけれども、もう出てきたんだね。おい、P、行くね。イナースのデラックスキン作ってくれよ。さらにこのスキンをつけることによって、オクタビアの2番と4番の見た目が変化しますね。で、ボルターのスキンだったりだとか、シャンダナがついてきたりだとかして、まあ見た目の方はなんだろうな、これハサミの取っ手の部分なんか片っぽつけちゃったぜみたいな、膝にちょっとつけちゃったぜみたいな感じしてるよね、見た目。すげえ適当に言ったな今。で、次なんですが、ヤスオがね、一番期待してるところなんですけれども、まあ動画の方で結構言ってるんですが、まあキャプチャーのね、シネマモードみたいな感じのやつが追加されましたね。まあこんな感じでね、まあ追加されますよと。 What? 早くてわかんないな、もう一回。お、これだ。おい、D、このフォントダサくないっすか？なんでそんなフォントを選んだ、 D よ。 D のロゴで使ってるこのかっこいいフォントを使えばいいのにもかかわらず、なぜそれを選んだ、 D よ。ちょっと待ってよ、世界的に商売のうまい DE ちゃんがこんなミスを犯すはずがない。わかった気がする。フォントを課金販売でするんだな。しかも50プラチナ。そんなことやったらマジで大荒れだな。ということで、第3回ヤスオのフォントがどれだけ大切か講座をね、やっていきたいなと思います。ちょっと長いけれども、今回使う画像はね、まあアメ車のサムネ、適当になんか作った時のやつなんですけれども、まあフォントね、こんな風にすぐ変えれんですよ、適当に。これ今使ってるのインパクトっていう、フォントなんですけれども、ちょっとダサいやつ使っていこうか。これとかはこんな感じでね、すげえ見た目印象が変わるんでね、だいぶ。あと他なんだろうね。まあこんな感じだ。お、これなんかすげえ面白いフォントだな。今度使ってみよう。まあこんな感じだとかね。結構変えれるんですよ。やっぱりね、フォントは大事だよ、D。D なら分かってるはずなんだけどな。はい。つうわけでね、PC 版の方にやってきました。あ、そっか、シンジケートランク3じゃないと見れないのか。じゃあこっち側で見ていくか。でね、キャプチャーシーンもいくつかね、追加されてますね。コーパスのガスシティ、そしてグリニアの火星のタイル、さらにグリニアのケレスのタイル、そしてケレスだよねこれね。あ、感染体のやつかこれ。なんか追加されてますね。すげえ雑だったな。さらにこれも、あ、これも追加されたんだ。はー。で、ルアーのキャプチャーシーンも追加されて、さらにオロキンの遺跡船ですね、こちらはの追加されてますね。といった感じでね、確かね、このオロキンの方はセファロンスーダじゃなくて、あいつ、シマリスだ。シマリスの方で確か購入できますね。他は多分、シンジケートだったかな。というわけで、早速ね、シネマモードちょっと試してみますか。どうやってやるんだ。ていうか、俺、PC 版のキャプチャーシーン、初めてだからわかんねえな。E ではないな。EQ ではない。お、これだね。出たね、これ。こんな感じで、高等カメラ制御。おー、すげえなんか追加されてる。やべえ、これ。じゃあカメラコンポジションを追加。あ、ここで追加するってこと？違うね。やべ、わかんねえ。あ、すごい。すごい。あ、やべえ。楽しい、これ。これできるようになったんだ。嬉しい。ここにコンポジション追加してみるか。なにこれ。邪魔くさいの追加されたわ。ん？わー、なんだこれ。わー、ストップ、ストップ、ストップ。じゃあテキスト追加してみよっか。じゃあヤスオ TV でいきますか。適当にかぶってんぞ、ぶっ刺さってんじゃん。カメラっていうか、この文字を置く場所ももう少し指定したいね。難しいね、テキスト配置。あ、こういう風にできるんだね。お、いいんじゃないこれ、ヤスオ TV っつって。はい、どうも、今のモノマネちょっと似てたかな。
すげえ似てなかったんだよな。似てないモノマネって一番寒いからな。さらにね、アルケインのリワークが入りましたね。レイドミッションが削除されて、で、このようにね、ちょっと見た目も変わったんですよね。で、フレームごとにね、どうやらつけれるようになりました。アルケイン俺持ってないから、見れないんだね。まあ、アルケインが持ってたら、こんな風にね、ここの方になんか追加されるんですよね。で、これ共通で使えるみたいなんですよね。なんで、今後はエナジャイとかも、まあ、10個あれば、どのフレームでもつけれるようになりますよ、といった感じになりました。あと、ゾウとか、あと、オペレーターのアンプとかも、このようになりましたね。フレームみたいな感じでつけれるようになりました。で、さらにですね、テラリスト、ガンツリスト、名前なんだったっけ、あいつ。忘れちゃうんだよな、すぐ俺。ハイドロリストが、まあ、アルケインを落とすんですけれども、どうやらドロップテーブル変わったみたいですね。これでどれぐらい変わったのかな？ちょっとなんか、むしろ悪くなってんじゃねえかなって俺、思い始めてんだけど。そんな感じです。はい。さらにはですね、ホールド系の武器が最近リワークされたばっかりなんですけれども、一部また、ちょっとテコ入れが入りましたね。例えば、アンプレックスが、範囲モッドとか適用されないようになったりだとか、まあ、結構変わりました。で、発掘ミッションの UI も変わりましたね。オペレーターの、どうやら、その、テラリストとかガンツリスト、ハイドロ、リストとかに、攻撃当てた時に、アンプに経験値が入るようになったりだとか、あと、ボンバリストの経験値も増やされると、アンプの経験値かな、あれは。ちょっと覚えてないな。まあ、結構変わっていたりだとか、あと、リベンのね、課題も、草原関係も、ちょっとテコ入れが入ってたりだとか、まあ、結構、すごい、面白いアップデートだったなと。まあ、ただね、これだけじゃちょっと内容が少なすぎるんで、次、PS4 が来るアップデートのところ、ちょっと話していこうかなと思います。まあ、エイドロンのテラリスト、そして、ガンツリスト、ハイドロリストとかも、追加されたりだとか、あとね、まあ、こんな風にね、まあ、リベンの、ガチャガチャみたいな感じだったりだとか、あとフレーム関係のリワークですね。そしてダージンとかにも乗れるようになったりだとかするようになります。さらに天の源のパート2が、続きがね、また配信されますね。ただしパート3は追加されませんね。うん、やっぱ天の源はちょっと時間かかるかなといった感じです。まああとね、ホールド系の武器は確か入ってないんだよね、今回のアップデート。そう、ちょっとそこが残念だなって。イグニスのレイスとかも強いの使ってみたかったし、本当にホールド系の武器は使ってみたかったんだけど、そこだけがちょっと残念かなといった感じですね。はい。あとガンツリストとかハイドロリストとか倒すやつとか、あとテラリストガリのやつとかも、コンズのミッションにも追加されて、まあ今までのようにパーティーを組んでいくんじゃなくて、ノラの方とね、一緒にできるようになったりだとか、すごいやりやすくなったね。で、PS4 の方はまだレイドは削除されませんね。次のアップデートだね。といった感じで、まあ今回結構いい感じの動画になったんじゃない？以上、ヤスオでした。またね、バイバイ。